三匹の子豚昔々あるところに3匹の子豚がいましたみんなの名前は1番のお兄さんが大豚ちゃん2番目のお兄さんが中豚ちゃん3番目の弟がちぶたちゃんですさて3匹の子豚は それぞれ自分のお家を作ることになりました。大豚ちゃんは藁のお家を作ることにしました。藁を縄で縛ってぎゅぎゅぎゅはい、すぐに出来上がりました。中豚ちゃんは木のお家を作ることにしました。まず柱を立てて。周りに並べた木に釘を打ってたんたん。トントントン はい、出来上がりました。ちーぶたちゃんは？僕のお家は藁でも木でもない。固くて丈夫なレンガで作ろう。レンガを運んでレンガを積んでよいしょ。よいしょ。よいしょ。時間はかかりましたが、ようやく出来上がりましたた<ー>、はいできた。できたできた 自分たちのお家ができて3匹の子豚はとてもご機嫌ですすると山に住んでいる悪い狼がわらのお家にやってきました大ィヘヘヘヘくんおくんここをあけておくれ僕をお家に入れておくれよ大オちゃんはびっくりして答えました。 とんでもない絶対に嫌だよすると狼は恐ろしい声で怒鳴りましたよ<ー>し <laughs> そんならこんな家なんか俺様の自慢の息で吹き飛ばしやるぞ狼がほっぺを膨らませてふーっと息を吹いたら藁のお家はバラバラに吹き飛んでしまいました オオカミは大おぶちゃんをつかまえてペロリとたべてしまいましたさてそれからオオカミは木のおうちにやってきましたエヘヘヘヘヘチューブタくんチューブタくんここをあけておくれぼくをおうちへ入れてくれよチューブタちゃんはびっくりしてとをおさえていいました。 絶対に絶対にやだよするとオオカミは恐ろしい声でどなりましたでへへよしそんならこんな家なんかおれさまの自慢の息で吹き飛ばしやるぞオオカミがふーっと息を吹きましたが木の家はなかなか壊れません <laughs> よし。 たい当たりだオオカミは勢いをつけると木の家に体当たりをしましたどうし木のお家はバラバラに壊れてしまいましたそこでオオカミは中ュブタちゃんをペロリと食べてしまいましたさてそれからオオカミはレンガのお家へやってきました チーブくんチーブくんここ開けておくれ僕をお家に入れとくれよチーブタちゃんもびっくりして,んりしてとんでもない絶対にやだよすると狼は恐ろしい声でどなりましたよ<う> <laughs> しそんならこんな家なんかオラ様の自慢の息で吹き飛ばしてやるぞ狼がふう と息を吹きましたがレンガの家はびくともしません <laughs> よしこうなったら体当たりだオオカミは勢いをつけるとレンガの家に体当たりをしましたどシンでもレンガの家はびくともしませんオオカミはうなりましたお覚えてるわこうなったら。 つからおりていってちぶたのやつをたべてやるぞそれをきいたちぶたちゃんはおおいそぎでおおきななべにおゆをわかしましたひをどんどんもやしたのでおゆがぐらぐらとわきましたえんとつからおりてきた狼はそのおゆのなかにボチャーンとおちました。 <laughs> 熱い熱いよた、助けてくれ <laughs> 泣き叫ぶ狼にチーブタちゃんが言いました。じゃあ、もう悪いことはしないか <laughs> しないしないじゃあ、食べたお兄さんたちを返すか返す返すだから、だから助けてくれ <laughs> よし約束だぞ チーブタちゃんがオオカミをなべからだしてやるとオオカミはたべた大オ,オブタちゃんと中ュブタちゃんをはきだしてなきながらやまににげていきましたたすかった大オ,オブタちゃんと中ュブタちゃんはチーブタちゃんのレンガのいえでなかよくくらしましたおしまい